久保さん、今回、手取り14万と、手取り14万の広島の粗大ゴミにしましょうか <laughs>。広島粗大ゴミ。あのー、なんか竹原さんの生い立ちというかね、な,なんか、た、た竹原 TV、な、なんかの生い立ちかななんかあのー、世界チャンピオンになるんだけども、全然金なくてバイトしまくって <laughs>。で、それで、バイトしてて、 で、あの、あの、ガチンコ TV のオファーがあって、で、そっから、まあ、ね、一躍、ちょっと、日の目を浴びて、いろんなビジネスをして、で、今、大豪邸に住んでるっていうね、ベンツ2台あったかな、家めっちゃでかいみたいな、なんかちょっと映像映ってたような気がするんですけど、でも、もともと、あの、世界チャンピオンだけど、バイトしてて、<laughs> 多分 お金なかったんでしょうね。多分手取り14万ぐらいだったかもしれないですよね。うん、じゃあ、あの、世界一に上り詰めた男がバイトしてね、お金ないみたいな。でそっから今じゃね、まあ、YouTube でもバズって、で、あのー、まあ、お金持ちというかね、まあ、大豪邸に住んでるわけじゃないですか。この理由って何だと思います 世界チャンピオンだからを金持ちになれたんですかねどうなんでしょう僕ね、あの、世界チャンピオンだからではなく、ボクシングで世界チャンピオンというかなんだろうな、ボクシングで世界チャンピオンとビジネスでいろいろやるって多分違いますよね。 まったまあ、全,く全くって違いますよね。だってリングの上で、まあ、結論殴り合うというかねこうやり合うじゃないですか。でもフィールド違いますよビジネスって。だけどな,なんでこうなったのかって話なんですよね。要はボクシングとビジネスは違うんだけども結局、まあ、あの久保さんも、ね、あの精神ですよっていう話をしてましたけども うーん。精神なんですよね <laughs>。で、その挑戦するっていうところじゃないですかね。やっぱ。うーん。まあ、久保さん今回もね、またなんかいろいろと言われてましたけどうーん、昨日ね、僕あの動画撮ったんですけど、あ、そうそう、久保さんにね、ちょっとね、あの、僕寝る前にどちょっと動画撮ったんですよ。で久保さんにそう問、問いたいなっていうのがあって、 あの、コンサルをしてまして、昨日ね。で、なんかそのコンサル生が、行動はセンスと。行動できるやつはセンスがあると。いうような、あ言葉を聞きまして。で、な,なんかね、まあそれをコンサルしてるときは、あ、なんかすごい、なんか、あんま聞いたことないという。なんか行動すること自体がセンスがあるんだよ、みたいな。 センスがある人はできるんだよ、みたいなね。あ、そういう立て付けもあるんだ、みたいな。なんかそのバットを振ることがセンスあるみたいなね。ちょっと意味合い違うかもしれないけども、まあ、すぐ行動できる人、だからタイプが2種類いると。すぐ行動できるタイプ、す、すぐ行動できるタイプと、あー考えて、戦略は立てないと、うん、行動できないタイプがいると。でもう行動できるやつ、すぐ行動できるやつなんかは、もうセンスがあるから、 しゃないとみたいな、なんかそういうなんか話だったんですけど、で、それをコンサル生が、その、どっかのね、YouTube チャンネルでその話を聞いて、でそのコンサル生は、まあ、どちらかというとタイプ的に言うと、あの考えて、えー、行動するタイプだから、まあ、僕はこういう感じでやってます、みたいな。まあ、もう、でもその方は、あの、もう結果出てるんですよ。まあ、あの、コンテンツビジネスでも何百万ぐらいも売ってて、今、仕組み作ってて、 今、広告かけていくみたいな、まあ、ステージなんで,で、1億ぐらい目指すっていう、で1億目指すためにも、数字もちゃんと出していてで、どういうふうにやればいいのかっていうのも、結構もう具体的に出てるんで、もうすごいいい感じなんですよ。うん、だから、まああのうん、どんなタイプであろうが、どんな考え方であろうが、まあ、前に進んでるし、えーと、僕はいいと思ったんですよね。たただ、まあ、そ,そのコンサルが終わった後 うん果たしてその、行動はセンスの問題なのかなっていう <laughs>。そこでね、あだこうだ僕はまたちょっと動画撮ったんですけど。うん。単純にね、せなん、なんですかね。あの、久保さんにセンスはあったのかっていうね <laughs>。なんかセンスっていう言葉の定義ってなんだろうな。なんかイメージというか、まあ、 うん一部の人にしかないみたいな感じじゃないですかセンスって久保さんどう思いますセンスっていう言葉を聞いて多分一部の人しか持っていないみたいなうーんまあその言葉にあの行動にセンスセンスがある人が行動できるっていうあのねその言葉に僕がもう一皮ねかぶせるんだったら今ちょっと降りてきたんですけどあの 生まれたたことにセンスがあるよみたいな <laughs> もう生まれてきてる時点でセンスあるやんみたいなねちょっと大きいくくりですけどまあこれねあの保健体育で勉強したかもしれないですけど何か何億生死の中で1匹だけ受精卵にたどり着くというねこの保健体育で勉強されたと思うんですけどこれ本当確率的に言うとすごい確率な保でじゃないですかね1匹しか受精卵に行けないっていうね 何億匹でこうドワー行くみたいな,なんか保険タイプの映像でなんか見た人いると思うんですけどそれ奇跡だしセンスないと無理じゃないですか確率論から言ってもセンスないと到達しないわけじゃないですかだからもう生ま,れた生まれてる時点であなたにセンスありますよとだってその一匹が受精卵にたどり着いたんでしょっていう,もうセンスでしかないでしょみたいなね <laughs> ねうん、数の理論でもねすごい数の,あの戦いに勝ったわけじゃないですか1匹だけ、うん、センスないと無理でしょう <laughs>、うん、なんかまあ僕が言いたいのはなんかねまあそのコンサル生はもう今全然できてるんでいいんだけどもなんかその他の人たちですよね だから、なんかセンスがないか、まあだからまあ、久保さんだからできるんでしょうとか、吉谷さんだからできるんでしょうとか、それセンスがあるからできるんでしょうとか、なんかその、それを理由にしてやらない。それを理由にしてやらないっていうのは、僕は良くないと思うんですよね。わかりますだからその竹原さんの話に戻すと、竹原さんもね、あの、年齢だからとかね、癌になったから、つって、 あのそ,れそれを理由にしてねお風呂沸き,きましたねしたなんかそれを理由にしてなんかやれないのがかっこ悪いというかねまあそういうことをちょっと話してましたけどまあ久保さんも言ってたし思ってたし僕もすごいなと思うんですけどやっぱ50でしょ50であのスパーリングできる人っていないですよ、うん、でもいないんだけども 結局、やるかやらないかなんですよね。じゃあ、もちろん世界チャンピオンになってる、その、貯金はある、ありますよ。あるけども、ね、がになって死にそうになってるし、で、その50になってね、スパーリング受けるっていうね、その、それをやるかやらないかっていう話ですよね。で、まあ、柴田さんに本当にね、目、あれ、もうちょっと当たってたら目も、多分や,や,やばかったですよね、たね。<laughs> もっと食らってたら <laughs>。うーん。 まあ実際押されてた部分もありますしねあの映像を見る限りではうんまあ単純になんかシンプルになんかいろんな言葉だったりとかいろんな意味付けだったりとかいろんな話をねまあ億万長者合宿でもね、まあ、これからもいろんなあの変,変化球でねあの言ってきた行ってきますけどもまあ億万長者合宿でお伝えしていくたった一つのことっていうのはやるっていうことだけなんで うんなんかそれを理由にね、あの、やらないんだったら、まあやらない人生でいいんだけども、やらない人生だったら何も生まれないよと。だから竹原さんも結局その、ね、まあビジネスのことなんか多分絶対勉強してないわけですよね。<laughs> ね。<laughs> もう右も左もわかんないわけじゃないですか。いろんなことやって挑戦しましたけど。でもそれもやったからですよね、単純に。<laughs> ね。 いや、僕、ボクシングしたか。例えばね、竹原さんが、これはボクシングに逃げるというか、いや、僕、ボクシングしかやったことがないので、確かにボクシングでは世界一になったけど、いや、ボクシングしかやったことがないんで、そんなビジネスなんかで,なできないし、何、えー、テレビ番組、えー、そ,そんなボクシングはそんな見せ物じゃねえみたいなね。<laughs> なんか <laughs>、その、うん、そんな感じで断ってたら、今の、うん、竹原さん、ないと思うし。なやっぱ やる挑戦する、挑戦することをやる、決める、やるっていうことが、やっぱ、すべてなのかなと、物語ってるかなと思いますね。だから、僕あの、竹原さんの一言ですね、50歳になって、年齢のせいにしない、その病気のせいにしないっていう、あ,あれ一言ぽって言ってたのが、やっぱすごいなと思いますよね。んみんんななんか なんでできないのかっていうと、できない理由をなんかそのせいにするんですよ。本当に。思う。な、なんでそのせいにしちゃうのかなっていう。変えたいんだったらやればいいし、それだけなんです。それだけなんです。いや、それ以外ないんですよ。だけど、そのできない理由をなんかこ、こじつけるんですよね。こじつけたがる。 まあ正当化したがる自分ができない理由自分ができないことを正当化したがるうーん,なんかそれってど,どうなのかなと思うんですよねいやそのそういうねできないことを正当化する人生でいいんだったらいいんだけどもでもなんかそれはそれでするしでもお金は稼ぎたいっていうどういうことみたいなできない理由は言うんだけどもでもお金稼ぎたいですみたいななんかこのなんかねうんうんどっちみたいなね <laughs> 稼ぎたいんだったらやるしかないでしょっていう。え、それ一択しかないじゃないですか。うん。だけど、なんかね、アードコーダーになっちゃうんですよね。僕もこの活動する理由は、他の人と違う人生を送りたいから、お金を稼ぐ。他の人よりお金を稼ぐ。ただその一択でしかないですから。 まあ要素、いろんな要素、理由だったり、いろんな他にもいろんなね、それ以外のものはもちろんあるんだけども、シンプルに言うと、それ一択ですよ。うん。他の人とは違う生活を送りたい。送る。うん。自由でいたい。自由を守りたい。うん。まあ他の人よりちょっとね、お金稼がないと、まあ GTR も維持できないですし、GTR を維持したいとかね。 手放したくないと。も僕も借金返してるときね、何度も考えましたよ。GTR。これ手放そうかなっていう。なんで俺こんなお車で、ね、借金も返済して車の維持費もかかって、もう何のためにやってんのかなみたいな。車のためにやってんのかなみたいな。いやでも車好きだから車のためにやってもいいかみたいなね。<laughs> 結構もう何度もね、自問自答したことがありますよ。まあぶっちゃけ、まあ、はから見たら贅沢じゃないですか。まあ本当贅沢だと思うんで、車なくても生きていけるわけじゃないですか、別に。ね。ど、どうすか車なくても生きていけますよね。だから贅沢なんですよ。なので、その贅沢したいっていうね、単純に。贅沢というか、まあ贅沢っていう言葉でこうまとめてもいいんだけども、ただ好きなんですよね、僕は。うん、まあ、誰に何と言われようと、 あれは車じゃないんですよ、僕は。あれは物語なんで、僕の中の。僕の人生の歴史の物語なんですよ。そう、久保さんね、あのね、これ、久保さんの動画撮る前にちょっと見てたんですけど、その土屋圭一ですよね、あのはあの走り屋。で、こう86と織戸、織戸学さんのね、織戸学さんがなんか400万で86をね、AE86 を買ったみたいなね。で、86対談してるんですよ。で、その、400万ぐらいしたらしいんですよね。もう、で、超、超綺麗なんですよ。 これなんか7月23日にアップされてましたね先月めちゃくちゃ綺麗な86ですねで折戸さんも言ってたんですけどなんかその土屋さんがいまだにその86乗っててまあ YouTube チャンネルもやってるんですけどで憧れてて、まあ、僕もなんかあの車走り屋になったのはその86乗ってそういう思い出があってでもう一回乗りたいなっつってもう20年以上前の車なんだけどもねすげえいい もう全然車ないんだけども探して400万ぐらいで買ったっつってね見てたんですけど超綺麗ですよめちゃくちゃ綺麗ダッシュボードとかめちゃ綺麗ですね新品やんみたいなもうほんと綺麗ですねだからそのなんだろうなう普通に考えたら20年前の車は旧車ですよそれ400万も出して買うかっていうねそううんまあ、ちょっと GTR は34の GTR はちょっと 上がりすぎてるんで、あれですけど、この86は GTR ほどは上がってはいないけど、ただ400万ですよね。だ普通に考えたら買わないですよ。普通の人だったらね。だから、その、オリドさんも言ってましたけど、いや、もう、この思い出っていうか、その、もう一回乗りたいっていうね。うん。まあ、僕の中では、まあ、3、4の GTR に関しては、18歳の頃ね、憧れててくるまで、 それを18歳の時憧れてた車、あの、立ち読みしてね、立ち,立ち読みして雑誌 GTR マガジンでかっけえな3、4GTR みたいにいつか乗りたいなと思ってたのが10年後ぐらいに手に入って、なんかそういうストーリーがあるんですよね。だも,もっとも細かく話すと、僕が一番最初に18の時に買ったのがスカイラインなんですよね。最初シビックとか、あシビック結構安かったんですよ。 でシビックのマニュアル買おうかなと思ってたんですけど、た,たまたまグーで見てたら、その、まあ、てすごく綺麗なね、3々の、三々、三々のスカイラインがあって、その時スカイラインも知らなかったんだけど、とりあえずマニュアル車で探してたんですよね。で、マニュアル車探してて、その三々のスカイラインがあって、なんかかっこいいなと思って、で、見に行って買ったんですよ。で、しかもその時っていうのは大学生の時なんですけど、まあ、自分のね、アルバイトのお金で全部買ったんですよ。 で、それでスカイラインに出会って、で、33のスカイラインで会って、で、33乗ってスカイラインにこう乗ってるわけですから、その34にも興味出るわけですよね。しかも僕の33っていうのは GT-R でも何でもないわけですよ。まあ、一番スペックがね、RE20E っていうね、あのタ、ターボがない直6エンジンっていうね、130馬力のね、 結構それもプレミアなんですけど、130馬力の直6の NA っていうね、このモデルがあるんですよ。33に。だいたい RB25T っていうね、そのターボエンジンのやつなんですよ。33って結構出回ってるのが。その RB20E、20E っていうエンジンだったかなそう。結構ないんですけど、それも。 いつか 34GTR 乗りたいなと思ってまあ遅いんでやっぱまあちょっと話脱線しましたけどうんまあ久保さんはその行動センスなのかっていうそこに対して久保さんはだったらどう答えるのかなとね行動できるっていうのはセンスがある人ですよっていう問いに対して久保さんはどう答えるのかあそうそうなんじゃないですか 終わらすのかもっとあの展開、まあ、どう展開するかですね。久保哲郎の展開力ですねそう。行動できる人はセンスがある人なんですよ。っていう、これに対してどう展開するのかちの、ちょっとあの聞きたいですね。はい。いってらっしゃい。